なんか思いつくの。あ、出てるか。ずっと探しちゃった。一応キャベツとおかずこれでいい？ちょっとまだぬるいか。どっかを見ます。帳尻が合っていない。もうおじさんしかいないってなってたので、最後の方に徹夜で考えた挙句帳尻が合わない。マスクにケチョウケチョウにけなされる。俺だって言いたかないよそうなの？そうだよ言いたいんじゃないの？でも言わないとさ、黙ってたら何十年も嫌な気持ちで過ごすためになるんだよ。家にいてもそうだし、家にいなくても嫌な気分だよ。私あっちの住宅の間取りはいいと思ってるよ。正直賃貸は直すべきとこあるよ。そりゃ全面的にやり直さないと。あの大勢の住居の方が心配。ちゃんとした間取り考えられるのか。いただきますです。よいしょ、
ビではチラッとやってたよね。見た後で。また延長するらしいよね。40代が459人、50代が350人、そして65歳以上が130人などとなっています。また重症者は昨日の251人から17人増えて、過去最多268人となったほか、新たに死亡が確認されたのは5人でした。若者など幅広い世代へ接種を進めるため、今日から東京ドームでの接種が始まりました。接種を受けながら間近で選手を見ることができるかもしれません。今日は東京文京区から中継です。木村さん。まさに私がいるこの東京ドームで今日から接種が始まりました。観客席のすぐ目の前、この2階の本コースが接種ブースになっているんですね。それでグラウンドを見ながらこのような形で接種をすることができるんです。で、若い世代をはじめ本当に幅広い世代に接種を進めていくために、この東京ドームさまざまな工夫をしています。この東京ドームでの接種は文京区だけではなく、港区、新宿区、3区合同で行っていて、今日2000人以上が接種を受けました。で、入り口に入るとジャイアンツのマスコットキャラクタージャビット
野球好きならたまらない瞬間というかさらにありまして、ワクチンを打った後の経過観察が観客席でできるんです。もうすぐ目の前にグラウンドです。で、シャイニングが入れば内藤ゲームが始まる前の選手の練習をここで見ることができるんですね。で、それだけではありません。接種を終えた、経過観察を終えた後、プレゼントがあります。まあ、冒頭からお気づきかもしれませんが、私が着用しているこのマスク、ジャイアンツのオリジナルマスクが接種をした方、すべて無料でプレゼントされるんです。で、これが1回目の接種のプレゼントでして、2回目の接種では豪華景品が抽選で当たるんです。例えば、こちらは、選手が実際に使う、まあ、国用のグローブです。これ非売品なんです。で、それだけではありません。こちらの椅子というのは原監督が実際にベンチで使っているものと同じタイプなんです。これが抽選で当たるということなんです。この3区合同のワクチン接種、東京ドームでの接種が11月18日までを予定しています。ワクチン接種を担当する河野大臣は民放の番組に出演し、ファイザー社製ワクチンについて3回目の接種分を確保していることを明らかにしました。新型コロナワクチンの3回目の接種、いわゆるブースターに関連して河野大臣は、ファイザーともブースター分の供給について合意できている、近く内容を示せると思うと述べ、ファイザー社製ワクチンの3回目接種分の必要量を確保していることを明らかにしました。河野大臣はこれまでブースターについておそらく来年打つことになるとの見通しを示しています。東京など6つの都府県に発令中の緊急事態宣言は再び延長される見通しです。延長幅は来月12日までとする案が政府内で検討されています。菅総理は今日、小池知事らとともに東京港区のホテル内に設置された療養施設へ、重症化防止の効果がある抗体カクテル療法の実施状況などを視察した後、揃って会見に臨み、今後の感染対策についてこう話しました。まず東京の感染を抑えることというのは全国の感染拡大を抑えることにつながると、国と連携を図ることが都民の命、そして健康を守るということに直接つながってくる。今日東京都では新たに2962人の感染を確認、月曜日としては最多の数字です。全国の重症者も前の日から40人増えて1603人となり、4日連続で過去最多となるなど、感染の急拡大が止まりません。都内では自宅療養者が先週初めて2万人を突破。この危機的状況に菅総理はある対策を打ち出しました。例えば酸素の投与が必要になった場合、酸素ステーションを設置して、自宅療養者に酸素を投与するための酸素ステーションの整備、実は神奈川県ですでに運用が始まっていました。入院が必要な患者に対し、搬送先が決まるまでの間、応急処置として酸素投与をする緊急施設という位置づけです。政府関係者はこう説明します。ポータブルの酸素を置いてやる。東京都のコロナ専用病院とか、病床が空いているんだよね。そういうところを活用するやり方もあるし、酸素缶を集めて、どこかの建物でやることもあるかも。今、東京都とも話をしている。しかし専門家からは懸念の声が上がっています。酸素投与っていうのは基本的に治療っていうよりも患者さんの症状を緩和するだけの療養ですから、やはりそれだけでは不十分で、必要な患者さんが行きつけるかどうかというところも多い人間ですよね。さらに施設の開設により医師や看護師不足が加速する恐れもあり、現状ではある程度の治療ができる施設を増やすことが急務だと指摘します。そこで浮上するのが、東京都では先月から設置が始まり、現在沖縄県などで運用が始まっている入院待機ステーションです。
屋を活用し、自宅療養などで容体が悪化した患者の入院先が見つからないときに一時的な治療を行う、いわば野戦病院的施設です。政府は緊急事態宣言の期限延長に加え、新たに京都府と兵庫県、福岡県を軸に宣言の対象拡大も検討、明日開く政府対策本部で正式決定する方向です。しかし、ただ単にその地域とか期間を延長したというだけでは、私はほとんど今のタイミングでは効果が得られないと思います。先週菅総理はいわゆるロックダウン、都市封鎖についてこう述べました。世界でロックダウンを外出禁止に罰金かけてもなかなか守ることができなかったじゃないですか。やはりワクチンだということで人流の抑制と同時にですね、そうしたことをしっかり全力で取り組んできています。止まらぬ感染拡大は暮らしを支えるこんなところにまで及んでいました。台東区では可燃ごみの回収は行っているんですが、職員の新型コロナ感染が相次ぎ、不燃ごみは休止となっています。感染者が相次いだのは台東清掃事務所です。台東区によると職員16人の感染が確認されたため、ゴミの収集にあたる人員の確保が困難になったといいます。なんで16人も。このため区は今日から31日まで区内全地区で燃やさないゴミ、不燃ゴミの収集を休止すると公式サイトで発表しました。新型コロナウイルス感染症陽性者が複数確認されています。ゴミの収集体制を維持するために清掃事務所では職員の配置を工夫し、通常通りの収集業務ができるよう努めてきましたが、業務に必要な職員の確保が困難となったため、下記の期間において燃やさないゴミの収集を休止いたします。現在台東清掃事務所の職員のうちおよそ20人が自宅待機中、検査で可燃ごみや資源ごみなどの収集は通常通り行うということです。不燃ごみが回収できないということで、さまざまな業種に影響が出ています。袋の中にたまったスプレー缶、区内のヘアサロンではこの時期スプレーなどを多く使うため困っているといいます。8月は結構忙しい時期なので、結構それが出せないのが難しいですね。はい、放置しておくっていうのは、こういう暑い時期でもありますので。こちらの味噌専門店では、影響の広がりを懸念する声が聞かれました。ゴミだからそんなに困らないですけど、まあ、燃やすゴミですか、それだと結構生活に、ね、直面する感じはありますね。身近な行政サービスの提供中止、今や同様の事態がどこで起きてもおかしくない状況です。先週から記録的な大雨に見舞われている九州では、今日も各地で断続的に激しい雨が降っています。活発な前線が停滞し、各地では冠水や土砂崩れなどの被害が相次ぎました。街全体が水に覆われている様子が見えています。大雨の影響で佐賀県では六角川が氾濫、みんな使っちゃった、ね、竹内周辺は広い範囲で冠水し、街の様子が一変しました。大町町では病院が孤立したため、自衛隊が支援に向かいました。遮断機が降りたままの踏切が鳴り続けています。壊れた。広大な畑に囲まれた病院は周囲が冠水し、海ボートでしかたどり着けない状態です。え、みんなどうしてんの。病院の2階には患者の姿が見られました。
の大部分が浸水した住宅でも自衛隊による救助活動が行われました。玄関には男性の姿が見えますが、胸のあたりまで水に浸かり、危機的な状況でした。玄関がどこ？あれだよ、玄関の上だけ映って。岡谷市では土石流が住宅を直撃し、住民が巻き込まれました。これは発生直後の映像です。大粒の雨が降りしきる中、はしごを使い救助を行う人たちが見えます。土石流は住宅の2階を直撃したとみられ、住宅にいた牧口由紀さんと次男で中学1年生の春樹さん、三男で小学2年生の直樹さんの親子3人が亡くなりました。裾野にいるとこうなるんだよね。で、親子3人が亡くなった住宅です。1日経った今も家の中から水が流れ出ているのが確認できます。岐阜県下呂市では飛騨川が増水。去年の豪雨災害で崩れ、先月復旧したばかりの現場近くで再び国道が崩落しました。世田谷区のほら、こちら凄まじい激流となっています。下呂市萩原町ではこの飛騨川の水によって国道が一車線分削れる被害が出ています。今も路面のアスファルトが湖岸のあたりに横たわっています。現場近くでは信号機が崩落する様子も捉えられました。長崎県雲仙市では先週金曜日に土砂崩れが発生。親子2人が行方不明になっています。長崎県雲仙市小浜町の土砂崩れがあった現場の近くです。朝から地面を叩きつけるような雨が降りしきっています。土砂崩れの発生から72時間が過ぎた雲仙市の現場では、今日も自衛隊や消防による捜索活動が続けられました。この土砂崩れで59歳の森文夫さんが死亡、夫の康弘さんと娘の優子さんの行方が分かっていません。反応した。気象庁は九州から東海の太平洋側を中心に線状降水帯が発生しやすい状態で、土砂災害や氾濫の危険性が急激に高まる恐れがあるとして、早めに安全を確保するよう呼びかけています。さあ、給食のない夏休み、子どもの食事に困る人を手助けしてくれる楽しいサービスを取材しました。こんにちは。都内に住む主婦大野さんの自宅、ここに一人の男性が訪ねてきました。そしてすぐにキッチンへ。この中で積極的に消費してほしい食材とかありますか？お豆腐がちょっと多めにあった厚揚げもあるので、使っていただけると助かります。かしこまり、はい。冷蔵庫を覗き始めたこの男性、実は管理栄養士の資格を持つシェフなんです。シェフ？しかもボディービルダーでもあり、脱ぐとこの通り筋肉ムキムキ。一体なぜこの家に来たのでしょうか？夏休みの間給食がないので、そこのバランスとかちゃんと考えてくださって作っていただくととてもありがたいと思ってます。君は夏休みの今、子供を持つ多くの主婦の悩みは食事作り。栄養が偏りがち、メニューを考えるのが大変などその理由は様々です。そこで始まったサービスが、管理栄養士が自宅に出向いて子供向けの料理を作る出張給食。今回小学6年生と3年生の2人の子供がいる大野さんが初めてこのサービスを利用しました。娘が2人いるんですけれども、2人ともスポーツをすごくやってまして、成長期でもあるので筋肉が良い筋肉がつくように、やはりタンパク質とかそういうことをカロリーとかを気にしながら、なんかメニューができるといいなと思っています。長女の咲さんは陸上、次女のみなみちゃんはレスリングをやっているので、筋肉の元となる
しました。なるべく高タンパクでお野菜も取れて、で筋肉に、作る必要なビタミン D とか、シーグルとか入ったものを作っていこうと思ってます。管理栄養士かつボディービルダー、頼んだんじゃないこの人。筋肉を知り尽くすシェフ自らが用意した食材と冷蔵庫の余り物を使って調理開始。まずは鮭の切り身をニンニクでソテーし、骨を取りながら身をほぐしていきます。そして最後にジャガイモを入れて炒めたら、鮭とジャガイモのガーリックバター炒めの完成。タンパク質が 27.8g も取れるという嬉しいメニューとなりました。続いては冷蔵庫に入った豆腐の料理。大豆の水煮と一緒にトマトピューレで煮込んで、大豆のトマト煮の出来上がり。1人分でタンパク質が 12.3g 取れるそう。調理すること3時間、出来上がったのが、わー綺麗、夏バテ乗り切るマッスルキューブ、紫キャベツのサラダ、ほうれん草のチャコ揚げ、人参のきんぴらなど、夏バテ防止に良いとされるビタミン B 群や C 群が入った野菜メニューのほか、鶏つくねの大葉焼きなども入ったバランスの良いメニューとなりました。もっと刑務所みたいな、お皿みたいなのを置ければいい。うん、おいしい、色が綺麗で見た目もとっても美味しい。見た目も美味しい。この給食が学校で出てくる。色は可愛い、最高です。お皿が良くない。他にもネギ塩チキンや小松菜とひき肉のあんかけ、豆乳豆腐などシェフが作ったのは合計12品。私だったら逆に嫌いだから作らないかなと思うものをこう作っていただけると、すごくこうチャレンジするにあっさりしすぎて、はい、いいなと思います。なんか結局腹減るからおまかせのコーヒープランなら1回7480円で4、5日分のメニューも作ってくれるということです。なんか揚げたかき餅みたいなやつが食べたくなる。野菜売り場での足元の注意について社会部の平松秀俊解説委員です。よろしくお願いします。本当だからね、もうちょっとスーパーしてて、お惣菜の天ぷらが床に落ちていて、それを踏んで怪我をしてる、ね、これが裁判になってるんですけど、肉とかまずはこの事故、どういう事故なのかっていうのを概要説明したいんですが、こちら見ていただいていいですか。はい、事故が起きたのは3年前の4月12日、30代の男性がこの午後7時頃に帰宅途中に自宅近くのスーパーサミットストア練馬笠田町店に立ち寄った。で、まあ、買い物20分ぐらいをしてレジに向かったんですが、はい、実はこのレジが、自分が目指してたレジが混んでいたんですよね。7時ぐらいですからね、意外と混んでますよね。そこで、あっ、あっちのレジは空いてるよっていうんで、空いてる方のレジに向かったところ、こちら、そこのレジ前の通路に縦13センチ、横10センチのかぼちゃの天ぷらが落ちていて、そこに足を滑らせて転倒で膝を打撲する怪我をしたということなんですね。で、どれぐらいの大きさかというのは、これ実物大なんですが、大体これぐらいの天ぷらがレジ前に落ちていて足を滑らせたということなんですよね。で、この点、そこそこ大きい、大きいですね。で、この転倒事故、補足説明をいくつかしたいと思うんですが、そもそもこのスーパーではお惣菜は自らが、お惣菜は客が自らパックに入れてレジまで持っていってお会計をする、そういう仕組みになっていた。そして落ちていたこのかぼちゃの天ぷらっていうのは、この男性じゃなくて他のお客さんがお会計前に落としたんだから、この可能性が高いとされているということですね。で、まあ、この男性は結局こちら、はい、このスーパー側をですね、これ安全に買い物できるような環境を提供していないんじゃないか、要は安全管理義務違反だと主張してスーパーを提訴した、訴えたということなんですが、もうそれはすでに一審判決が去年の12月に言い渡されていて、その中で東京地裁は、まあ、客が自らパック詰めをするようなこういう形式だと、まあ、総菜を床に落とすことなんて想像できるよねと。そうですね、ですよね。でしかも先ほど江上さんおっしゃったように店舗混み合う時間ですから、それはレジ周辺であってもこれ安全確認はしなきゃいけないのに世話はしていなかった、だから安全管理を怠ったとして、こちら、は、
伊勢川に57万円の損害賠償命中判決を出しました。おかしいんだよ、裁判官は。ところが第2審判決、控訴審判決が今月4日に言い渡され、その判決の内容はどうかというと、いやいや、天ぷらが放置されてたのは短時間、長時間じゃないよ。そもそもね、レジの前に天ぷらが落ちているって想像しにくくないか。なんで急に広がるの？従業員が巡回するだとか、安全管理のための特別な措置っていうのを講じる義務っていうのはスーパーマンではないんじゃないの？そしてこれ、はい、判決こちら。全く負けなくて。これは男性敗訴、スーパーマンが勝訴の負けです。いや、逆転したと思う。逆転判決。確かに判例がないことだから、なかなか難しそうですけれども、判断というのは。これ最高裁検討してしまうっていうこと結構あることなんですか。そうなんです。実は、ね、判決文の中でも転倒事故の店内の買い物中の転倒事故の傾向っていうのが明らかにされていて、これもともと消費者庁のデータなんですが、それによると2009年から16年までの間にこの転倒事故、買い物中の転倒事故が602件起きていた、まあ、報告されていて、そのうちの350件は店内で床で滑った事故が320件だ。でこの内訳も出てるんです。こちら床が、この水濡れによる転倒が123件、その雨天で濡れた床で滑ったケースが101件で、今回のように商品だとか野菜くずなどの落下物で転んだケースが67件ということなんですが、結構あるなといえばある。いや、もうちょっと危険な経験とかってありますか？やっぱりでもちょっと濡れてる印象はありますけどね、正直。雨の時とか店内は履物によってもつるっといそうな時はありますよね。履物によっても違うっていうことがあると思うんですが、はいはいはい、消費者庁が明らかに注意関係しているように、この床の水濡れの転倒事故が本当に多い。で、ところが調べてみたところ、この床の水濡れの転倒事故でも裁判が起こされていた。どういう裁判かというと、これもちょっと準備しました。こちらご覧ください、はい、今回転倒事故が起きたのは神奈川県内のスーパーの野菜売り場。ここでね、水気を含んだサニーレタスを売っていたんですね。で、まあ、そのサニーレタスをお客さんがカゴに入れるたびに、ご覧のように水滴が床に落ちていた。そこで、そう、垂れて、で、水たまりができてしまって、そこをですね、なんと、そう、50代後半の男性客が足、その水たまりに足を滑らせて転倒した。この男性は、なんと肘を骨折して、後遺障害まで残ってしまったということなんで、ご覧のように、天ぷらと同じように、そう、この男性はスーパーカラーを提訴したということなんです。で、この判決も実は先月言い渡されたばっかり。どういう判決かというと、サニーレタスから垂れた水は掃除しなきゃいけないでしょ。これも安全管理義務違反だよと言って、なんと2184万円の損害賠償を店スーパー側に命じた。これ、後遺障害が残っているので、そこに対する賠償額がこれ大半を占めていると。いうことなんですね。実際の転倒事故結構いろいろ起きてるようなんですが、実際このスーパーの現場にどういうで今回の裁判も含めて聞いてみたんです。そしたら都内のスーパーの経営者の方はこう言っていた。まあ、そもそも天ぷらにが落ちていて気づかないのはおかしいんじゃない。まあ、この経営者の男性の感想ですからね。まあ、不注意で転んだのは全部店側の責任にされるのはちょっと厳しいなっていうのをおっしゃってる。さらにはこちら、まあ、この転倒対策についても聞いたんですが、やっぱりこの雨だとか、こういう滑りやすいケースだとか、さっきのような野菜売り場での水気が多いようなこういうケースは、こまめに頻繁に掃除をしていますよ、こういう転倒対策を取っていますよ、というのをこの男性はおっしゃっていました。いや、これ本当に裁判の判決も事例によって違うし、お店側の対応というのも柳沢さん大変ですね。お店もいろいろとね、気を使ってはいると思うんですけど、でも私なんかやっぱりお店の敷地に入る、あるいは店舗の中に一歩足を踏み入れれば、その空間ってね、やっぱりお店側の責任があるんじゃないかなって、やっぱり利用する側としては思ってしまうんですよね。全部責任だよ、まあ、一方で過失という面でいくと、まあ、転んでしまった方の過失というのも、まあ、認められるケースが非常に多いんで、うん、それのバランスとしても何とも言えないところなんですけど、いや、訴訟大国のアメリカのイメージはありましたけど、日本でもこういうことが行われているというのを、ね、知りました。これ判例を重ねていって、なんか一つの方向性が出てくるっていうのは間違いないんですかね。そうですね。あと、まあ、ケースバイケースでケースですね、はい。正午過ぎの鹿児島市内では車から大きな水しぶきが上がっていました。鹿児島市内では午後2時40分までの1時間に57ミリの雨を観測、8月の1位を更新しました。
停滞する前線の影響により西日本と東日本で続く今回の大雨。これまでに6人が死亡し、4人が行方不明となっています。食べない。佐賀県では大町町の全域とみやき町の一部に大雨警戒レベルの最も高い緊急安全確保が出されたまま、気象庁は九州、広島県で再び大雨特別警報が出される可能性があると緊急の呼びかけを行っています。この記録的大雨によって各地で相次いだ土砂災害。長崎県雲仙市で発生した土砂崩れには家族3人が巻き込まれ、森文夫さんが死亡、夫の康弘さんと娘の優子さんの行方が分かっていません。発災から72時間丸3日が経ちました。今日も関係者による捜索活動が行われます。二次災害に警戒しながらの捜索活動。市は新たに複数の地盤に亀裂があるとみて、周辺の住民や宿泊客などに避難を呼びかけています。長野県岡谷市では昨日土石流が発生。自宅にいた牧口由紀さんと次男で中学1年の春樹さん、三男で小学2年の直樹さんの親子3人が死亡しました。現場の住宅に手向けられた花、こちらの親子は次男の春樹さんと交流がありました。バレーボールを一緒にやったので、その子も仲良くしてもらって、お母さんもすごいいい人でよく話しかけてくれる人だったので、岐阜県下呂市では国道が崩落。そこは去年の豪雨災害で崩れ、先月復旧したばかりの区間でした。ちょっと繰り返しているかも。この後も激しい雨が降る見込みです。明日夕方までの予想雨量は九州や四国で250ミリです。また東京、神奈川、千葉でも本降りの雨となり、特に週末の雨量が多かった神奈川西部は土砂災害に注意が必要です。日曜の朝方は結構降ってたよね。過ごしやすい気温だけど、もう暑かったんだ。暑すぎるか雨なんだよ。週の中ごろ。Certainly not 1.9 or 1.8, it's somewhere close to the 1.5 degrees. And so I think it's very important to do it, because every decimal point of rise in temperature is remarkably compounded in the damage that it does. We're at 1.2 degrees today, and you see what's happening. Imagine what happens when you're at 3 degrees or so, which is the track that we are currently on. Trading revenues coming in better than expected. Everything cash, $1.4 trillion of cash. One of the most notable aspects of this report that is stellar
Bloomberg has enhanced search on the terminal to deliver what you need when you need it. Now, you can simply type phrases in everyday English in the command line. Compare financials. Find people. Analyze markets. You can enter phrases or ask questions. What do you want to know today? Ask a question or visit Search Go to find answers now. Bloomberg Television is reinventing one of the most iconic brands in financial television for a new audience. Join me to see the news program for the clever investor. This is Bloomberg Wall Street Week. Wall Street. The valuation argument that's being made in equities is contingent on something that we just have no idea around, and the data tells us, at least so far, that nominal yields are so far below the rate of inflation that the Fed could be in a very, very difficult spot. Dean Kernet with a really important interview there with us, I believe it was on Friday, that went around the world, his comments there on subprime really making that news. Lisa, it was amazing to see what Mr. Kernet's comment did as he compared subprime to where we are right now. The idea of inflation is transitory being just as uncertain and potentially problematic shouldn't be wrong. He's right, however, his call was, I don't know how to trade around this, essentially, because how do you get conviction at a time of such uncertainty, Tom? Well, what we try to do today on Afghanistan is to speak to Richard Haas, to speak with Thomas Barfield, and on COVID, we, of course, speak to the medical authorities. There is no one, and I mean no one in the investment community who is educated on what experts think about SARS, about avian influenza, and about the present pandemic, and David Kotak of Pennsylvania and Florida. He's somewhere out west right now singing John Denver songs, and he joins us here from Cumberland Advisors. David, your latest memo is striking for the three articles you attach on pediatric hospitalization. Bonus, you're living this in Florida. What have you learned? We've learned that uncertainty is a powerful forecasting tool. It tells you nothing. Risk is one thing. You can estimate it. You can have science. You can measure things. You can create probabilities. Uncertainty does not permit that. We are living in uncertainty with Delta and the variants, and we have a massive failure in the public health system in the United States and most of the world. And that was the conclusion, Tom and Lisa, in May. That was the takeaway from the conclusion. Well, we seem to have lost David there a little bit of... Are you still good there, David? Can you hear me? I can hear you, yes, I can hear you. I don't know about the video, but I... Okay, well, you know, this is trouble when you do a remote from a trout stream. David Kotak, when I look at where we are right now, it dovetails into economic data like Empire Manufacturing, which is very, very weak. Are you pricing in your view for a slowdown or disappointment in GDP? The answer is yes, and the sentiment indicators that just came out drive that home very strongly. In our portfolios, in our U.S. ETF models, we are up to 28%.
we have doubled the market rate of the entire healthcare sector in the broad sense of the word, because we believe that the variant evolution and public health demands on the healthcare system and the companies that provide the resources to fight COVID are going to go on for several years. So the answer is yes. David, 28% cash at a time when bulls can't get bullish enough and are upgrading their forecasts. What's the trigger? What's the catalyst to cause a sell-off that could actually allow you to deploy some of that cash? We don't know. We're looking at the sentiment collapse, Lisa. That was a very strong Michigan data, and it also captured the huge political divide in the country when you dissected the data. And what do we know from Neil Ferguson's wonderful work, which Bloomberg has helped tell the world about? Every single pandemic has led to a thank you.
15日、アフガニスタンの首都カブールに侵攻し、大統領府を占拠しました。中東のテレビ局アルジャジーラは、大統領府の内部を占拠しているタリバン兵士の映像を報じています。タリバンの広報官は、カブールを完全に掌握したと宣言しました。一方、アフガニスタンのガニ大統領は、すでに国外に脱出していて、SNS を通じ、流血を避けるために国を離れたと釈明した上で、タリバンの事実上の勝利を認めました。カブールではアメリカをはじめ各国の外交関係者が退避を進めていますが、空港周辺で銃撃戦も起こるなど治安が急速に悪化しています。タリバンの首都制圧はアメリカなどの攻撃で旧タリバン政権が崩壊して以降およそ20年ぶりとなります。勢いがタリバンの側にあったことは間違いないですね。ここ数年間の、戦闘を通じての領土拡大、支配地拡大ということの実績も申されていながら、今回、米軍が反戦突破するというその知らせを受けてから、ますます勢いづいていたということがあります。ですので、彼らの方が、とにかくこれで勝てるんだということで、最後のスパートをかける、そういうタイミングにあったと。もう一点は、そのようなその勢いに乗じたタリバンを前にして、アフガニスタンの国軍が全くこの戦闘意欲を失ってしまったということ、これは背後にその例えば NATO 軍とか米軍を控えているということだけでもですね、実際 の, その戦闘に仮に加わらなかったとしても、それはそんなに安心材料だったと思いますが、彼らがいなくなるということで、本当に自分たちだけの力で、タリバンと対抗ができるのかということに大きな疑問を持っていたということから、結局多くの、州でですね、まともにこう戦うことをすらせず、投降したり、あるいは敗走するというケースが相次いだ。これでタリバンの予想外に早い展開、拡大が今回もたらされているわけです。で、これで戦闘が大幅に、縮小するということになったのであれば、つまりその戦闘を通じての死傷者、一般市民の死傷者や、それから、テロなどを行うことによって、アフガニスタン政府に対してかけてきた有権向けの圧力、これらは必要になりますから、少し落ち着くんだろうと思います。しかし、だからといって、アフガニスタンが非常に暮らしやすい国になるということを意味するわけではありません。タリバンの、姿勢によって、一体どういう社会が作り出されるのかということを想像すると、少なくとも彼らの実績の上ではまともな政権ができないと思いますので、特にマイノリティ、女子、こういった人たちに対しての扱いは極めて厳しくなると思います。また一
彼らがイスラム主義を掲げる団体であることは一切の変わりがありませんので、イスラム法に基づく統治というものを強行し、それに似合わない価値や法律、こういったものをないがしろにするということも多い懸念されています。正直その彼らが90年代に目指したものと大差はないと思いますが、今回は当時とやや異なるところがあるとすれば、国際社会の側にある程度味方をつけないと自分たちの要求が通らないだろうということは学習しています。でその点では、例えば国連の総会におけるアフガニスタンの代表権、議席ですね、これを現在のアフガニスタン政府からタリバン政権に認めてもらうためには、やはり国連の加盟国の賛同を得る必要があります。でこれをいかにして取り付けていくかというのは彼らが目指す。これを選べないと彼らは、自らが政権、正当な政権であるといくら名乗っても、なかなか国際社会の一員としての取り扱いをしてもらえないことになります。それはどういうことかというと、国際社会や各国からの支援が得られないということ、でアフガニスタンの財政を考えた場合には、まだまだ、国際社会からの財政支援、有権向けの支援を受けないと、成り立たないという構造があります。そのあたりを解消するためにも、国連での議席はぜひとも欲しいということだと思います。この20年間の間にですね、アフガニスタンは、その単に民主的な選挙を行うという制度を作っただけでなく、学校教育でも世俗教育を一般化し、そして特に、女性の教育というものがタリバン政権下では禁じられていたのを、大々的